では、続きまして、森裕子。私も第2ラウンドということで、よろしくお願いいたします。えーまあ、最後に定員のあり方について、支、え、出、ー、の向上等、あるいは冤罪を防ぐという観点も踏まえて、大臣にお答えいただきたいと思うんですけれども、まず最高裁に伺いたいと思います。えー まあ私も裁判官卒委員会の一員でございました、ですから先般の花井裁判官の件にも関わらせていただきました、どういう対応したかについては、ここでは申し上げられませんけれども、えー、まず、あ、裁判官の資質の向上ということについて、花井裁判官の件もございましたし、どのように今後、取り組みになるのかについて、まず伺いたいと思います。 最高裁判所事務総局安波人事局長お答え申し上げます、えー、最初にでございますけれども今回現職の裁判官が逮捕され 弾劾裁判におきまして、罷免の判決を受けるに至ったことは、誠に遺憾でありまして、このような形で裁判官、ひいては司法に対する信頼を著しく損なうことになってしまったことにつきまして、この場をお借りいたしまして、公務員の皆様に深くお詫びを申し上げたいと思います。判判、えー、判事事法法ののようなな若手の裁判官ににについいててでございままますすけれれどども判事法直後などに行われます研修におきまして え、法令の遵守や高い倫理観の保持について、え、徹底を図って参ったところでございます。え、さらに、え、若手の裁判官にとりましては、合議体の一員として、え、先輩、先輩裁判官とともに日々の職務を行っていく中で、裁判官の間で培われてまいりました職業倫理をきちんと身をもって学ぶことが極めて重要であると考えておりまして、このような日々の職務を通じた、 OJT の充実についても配慮をしてまいったところでございます。最高裁判所といたしましては、今回の事件も受けまして、今後とも各種の研修等の場を通じて、資質の向上を図るとともに、機会あるごとに注意喚起を図ることによりまして、各裁判官がその重い職責を自覚し、高い倫理観を保持して、託された職務に全力を尽くすという、地道な努力を継続することで、信頼回復に努めてまいりたいと考えております。 森子君、はいえー、大変あの経歴を見ますと、優秀な、あそして、まあ、挫折のない、えーまあ、順風満帆と言ったらいいんでしょうか、あのそういう経歴を歩んできた、非常に優秀な人材だったというふうに思いますが、あの大変残念でありますし、えーまあ、裁判で人を裁く。 判決を下す立場の人ですから、えー、とにかく裁判官の、えーまあ、倫理性を高める、そして特に人権感覚といいますかね、基本的には、えー、そういうことにもう少し努力をいただきたいというふうに思います。さて、あの冤罪を防ぐために、えー、裁判所と検察はどう取り組むのかあということについて伺いたいと思います。えー、この間、まあ、予算委員会そしてこ この法務委員会でも様々指摘をさせていただきました、えー、まず捜査する側が、先ほども申し上げましたように、えー、証拠を捏造したり、捜査報告書を捏造したり、えー、供述証書を、まあ、偽造するというか、作、ま、文、あ、してしまえば、誰でも犯罪者にすることができるわけです。だからまずはここで検察の改革を 先ほどの大臣の答弁では、ちょっとやはり具体的に本当にやられるのかということについて確信が持てませんので、えーあの、事実から目を背けないできちんと対応していただくのが国民の代表として法務大臣の私は責務だと思いますので、先ほどもあの有田委員から重ねて質問がありましたけれども、あの 組織を守,守ろうとしても検察は立ち直れませんよ、これ、ご存知だと思います小川元法務大臣は勇気を出して、検察のために、検察の国民からの信頼を取り戻すために、そして私のいろいろお話聞きますと、検察内部でもほとんどの真面目な検察官は、この件はどうしてもうとんでもない話で、 真面目に仕事をしている人たちから迷惑だときちんと改革してもらいたいとそういう声が聞こえてくるんですよ私は大臣はそういう声にきちんとお答えをいただきたいと思いますし,あのでしょう個別の案件の方らお答えできないじゃなくて最高権の報告書はああいうふうに出ているわけですし誰が見ても作り話、偽造 反論の余地がないほどおかしな話なんですから、それが政治家の役目じゃないですか、大臣。まず、捜査する側が犯罪を作り出さないようにする、そのことのために、具体的に今、事例が示されているわけですから、もっと踏み込んだご答弁をいただきたいと思うんですけど、一言じゃないんですよ、これ。大臣の身にも及ぶかもしれませんよ、将来。 本当ですよこれぜひお答えいただきたいと思います、冤罪を防ぐために、どうするか。今、あのー、森委員から、冤罪を防ぐためにということが、あのー、ございました、これは結局はです、ね、い突き詰めていけば、あのー、捜査の基本に戻るというしかないんだと思いますね、やっぱりきちっとお証拠に基づいて。 判断をしていいいくとととうことだと思いますそういう意味では、私は例えば今、可視化ということが行われている、ああいうものはやはりそのきちっとした効果があ出てくるんだろうと思いますあの、先ほど申し上げたような答弁の繰り返しはもう,う避けますけれども、そういった基本的な努力をもうきちっとやると、今のお問いかけに答えるにはそれしかないと思います。まあ、そうでであればですね 具体的に事実があるわけですから、しかも最高権の報告書が出てるわけですから、昨年の6月27日、それを読んでいただければ、放送資格終わりになるわけですから、よくおかしなことがもうお分かりになったらららっしゃると思うんです、ぜひお考えをいただいて、法務大臣としてしかるべき対応を取りいただきたいと思います。今ある問題に対処しなければ 今の大臣のご答弁は、単なるなんて言ったらいいんでしょうね、社交辞令に過ぎなくなると、私は思います。この重大な問題をきちんと解決する、これができなければ、検察の改革なんてのは絶対できませんから、だからこそ小川元法務大臣は、勇気を持って、指揮権を発動されようとした、そして、 更迭をされたんですまあ、もうこの本、お読みになってらっしゃると思いますけど、お読みになってらっしゃいますじゃあ、とで差し上げますから、<laughs> ぜひ読んでいただきたいと思います。で、えー、最高裁にお聞きします、でまあ、こういう現実があるわけです、検察官が、あるいは警察が、証拠を捏造する、供述調書を偽造する。 最後の取り出が裁判所なんですね。裁判所。しかし、まあ、あの、新聞報道にもありますように、実際現場の声として、えー、裁判の迅速化等に追われて、まあ、検察の捜査丸呑みしてしまうと。何の疑問も挟まず、そのまま検察の思う通りに裁判の結果を出してしまうと。そういう指摘もあるわけです。裁判所として、冤罪を防ぐ。 具体的な効果のあるお取り組みぜひご答弁いただきたいと思います今崎刑事局長委員御指摘のおとおり無実の方が有罪判決を受けるというようなことは決してあってはならないというふうに考えておりますまあそのような事態が生じないためにはいかなる事件におきましても当事者双方の主張に十分耳を傾けまして また当社総方から提出された証拠について、これを十分に吟味しまして、最終的には検察官が立証責任を負担しているわけですから、検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたかどうかという点を慎重に見極めて判断することが重要であると考えておりますし、この点については、各裁判官がそのように考えて仕事をしているものと理解しております森井陽子君。まあはっきり言って聞き飽きた答弁なんですけれども、あの えーまあ、け特別研究会をお持ちになっていらっしゃいますよね、でえーまあ、あの最高裁、えー、部屋に来ていろいろ説明いただいたときに、えー、お答えはいただけなかったんですけど例えば、冤罪そのお後で自分が下した判決が冤罪であったとで、その冤罪であった、その判決が間違っていなかったかどうなのか。 り見る仕組みがないというふうにあのお話をいただきました、きちんとえ冤罪だったと後から分かったときに、これを帰り見る、あるいはそれを最高裁としてえ研究をして、事実ですよ、判例を、なぜそうなったのか、そういうことをなさってるんでしょうか最高裁、今崎刑事局長。 ただいま特別研究会という話ございましたけれども、ご飯防止の観点も含めまして、司法研修所の研究会、刑事務研究会、あるいは特別研究会などと名付けております、こういった研究会におきまして、できるだけ多くの裁判官が議論を行いまして、その成果を共有していくという形の方法が望ましいと思っておりまして、事務当局といたしましても、今後も個々の裁判官が検算を、このような形で検算を行う機会を設けるように配慮していきたいと考えております。森子君 冤罪と判断された事例について、具体的にそれを題材として検証するということはやってますかという質問です今崎刑事局長、えーあの。個々の事件、個別具体的な事件についての内容に踏み込んだ形での検証を行うということは、個々の裁判官のお所見行使の独立にい触れかねませんので。 えー、この点から問題があるとこういうふうに考えております森友五君、まあ。それはおかしいんじゃないんですか、冤罪と、確定したものについて、それを事例としてきちんと検証しなければ、冤罪は防げないんじゃないんですか、なぜそれが裁判の独立性に関わるんでしょうか。今崎刑事局長 ここの事件の逃避、あるいはここの事件の訴訟運営につきまして、後ほど具体的に検証を行うということについては、その裁判官の後々の所見行使に影響を及ぼす可能性がございます、そういう観点から問題があるかというふうに考えているところではございます、ただ、先ほど申しましたように、具体的な事件を必ずしも前提としませんでも、さまざまな形で、その誤判事例、冤罪事例等を検証していくということは、 あこれは必要だなことと考えておりますので、えそういう形でのここの事件のものに触れない形での検証というものをやっていきたいと考えているところでございます。森有吾君。あのまあ国民の間でどういうふうに言われているかというと、例えばその冤罪まあここで個人名は出すのは避けますけれども、まああ後から冤罪であったということが分かった、えー、その事件の裁判官。えー まあ、この人は反省がないと、あその裁判官に当たったから、えー、残念ながら、まあ、検察の思う通りに誘導されて、えーまあ、有罪になるねということがあの言われるわけですね、交換そういうふうに裁判官が見られるということはよろしくないと私は思いますから、あのまあ、じゃあもうか、完全にその冤罪と。 いうことが自分の下した判決がえ最終的には冤罪であったということが分かっても、その裁判官そのもの、そして裁判者としても、まあ、それを顧みてえ、きちんとした判断、司法判断が下せなかったことについては、何の反省もしないということなんですね、最後、確認させてください。最高裁今崎刑事局長 先ほど申しました個々の事件を素材にして組織的な研究をすることがいかがなものかということではございますただ個々の事件が自分の担当した事件について間違っていたのではないかということについては常に反省しているというふうに私は信じております。以上でございいまますすはい、終わり